校の時って寮で3杯食わないといけないんですよ。3分ぐらいで食い終わったんです。巨人の4番って、はい、どうすか。もう絶対やったろみたいな、ムカつくわみたいな、絶対やったんねみたいなマインドに持っていくっす。やっぱり僕あんまり真面目なのを外で出さないタイプなんで。そうなの。それシギガレージ。いやそうっす、 初出しぐらいですよ多分。あマジ、はあ、カズマって、はい、結構食うと思うよ。食べるんすかね。この間そういえば俺マクドナルドの企画やったんだよ。はい、やって、ね、見ましたよ。え、見た？見ました。見た？見ました。カズマの名前出てきた。僕の名前出てきましたね。いいでしょ。ジャイアンツ一番食べるのは誰？カズマ食うよ。もう全部山盛りよ。机の上に乗ってる量えぐい。カメラマンのケンタが、はい、ちょ聞いてほしいっていう、はい、いうのがあって、はい、シンプルにどのくらい食うのっていう。あー、大食いエピソードとかなんかあれば。なんか食べる食べるとは言われるんですよ、うん、けどそれが僕の普通なんで、うん、あ、基準がね、わからないですよ。大食いめっちゃしたとかはわからないんですけど、けどやっぱエピソード的に言ったらあんまないんですよ。だからトネさんで言ったらなんか寿司50皿とかカレー何キロみたいなのがなくて、ナチュラルボーンって感じです。普通だから、もう当たり前だからね、自分にとってね。でもやっぱ焼肉とか後輩と、うん、まあ自主トレした時に行ったら、うん、やっぱりこうめっちゃしんどそうにしてたんですよ。ああ、後輩がね、はい、うん、ペースも早いんで。ああ、その話さ、はい、じゃあ早食いだったらいけんじゃねみたいな話になったのよ。早食いならいけるかもしれない。いやー、どうだろうね。排気量でかいからな、カズマ。口ちっちゃいんだよな、でも。そうなんだ。いや、せしげさん、僕めっちゃ早いですよ。そうなんだ。僕早いし、多いし。口ちっちゃい。口はね、ちっちゃいんですよ。けど奥行き多分多いですよ。あ、そうなんだ。奥行きがあるんかもしれない。入り口はちっちゃいけど。そうです。あ、中でかいんだ。中が多分でかいんですよ。へ、マジで僕、早いっすよ。じゃあ無理だ。僕、いやでもエピソードでそれで言ったら、高校の時って寮で3杯食わないといけないんですよ。あ、ノルマがあるんだ。丼、うん、3杯みたいな。うん、僕ほんまに多分あれガチで多分3分ぐらいで食い終わったっす。へえ、早いし食うしみたいな。だから多分この体型なんですよ。まあ、いっちゃう、まあ、だろうね。いっちゃうかんやつ。いっちゃんアスリートじゃない体型みたいな。いや、マジすごいもんね。カズマの足首見た時ほんとびっくりしたわ。僕はね、あんま思わないですけどね、みんなに言われるんですよ。言われるでしょ。でもあんま人の見てもあんま変わらんやんって思ってますよ。いやいや、全然違うだろ。くびれないじゃん、だってカズマの。くびれはないですね、うん、小学校の時に、うん、か中学校の時かな、小学校の時ですね、うん、なんか足速い人は足首にくびれがあるみたいな、うん、で僕なかったんですよ。あ、もうすでにそれだったんだ。そう、なかったんですよ、うん、だからその時多分大人やったんですけど、ふくらはぎ大きくしたらくびれできんじゃねみたいになったんですよ。逆にね。そうで、今で言うカーフレーズでずっとしてた。あ、もう上をでかくして、そうじゃあできるやろみたいな。それおもろい。いや、それはね、今思い出したんです。ふとなんか家の段差とかでずっとこう足かかと上げてとか、つま先立ちでみたいなやってましたよ。発想が面白いわ。早くなったの。いや、でもやっぱね、早かったんですよ。あ、もともと早かったんだ。徒競走とか自信あったんですけど、やっぱ高校ぐらいから、うん、やっぱりほんまに速いやつみたいなのが、うん、言い出して、うん、でもそんなケツの方じゃなくてみたいな感じだったんですけど、うん、やっぱり速い人は、あ、これ無理やってなったんです、うん、もうしげさんもそうですけど、やっぱもう無理っす。まあ走るのだけはもうあれ、多分なんぼ頑張っても速ならんっす。カズマは早熟タイプだったの？いや、僕自分で言うのもなんですけど、多分早熟じゃなかったと思うんです。そのなんていうんですか、体つきとかが、いや、ほんまにマジ、もう身長もずっと伸び続けてたのもあるし、そのもう体型がめっちゃ幼児体型だったんですよ。やっぱり同世代のすごいって言われてる子たちの、うん、を見た時に、やっぱこいつらめっちゃ大人みたいな、あ、そう、体をめっちゃしてたんで、あんまり僕もそんな筋トレとかも全くしないし、なんていうんですかね、ほんまにすごい人たちに比べたら、うん、もう全然そのある程度なんかこう地元では有名だったりはしたんですけど、うん、そのちょっと奈良県に広がったりとかそうなったら全然そんな大したあれじゃなかったんで、うーん、そうなんですよね。そうなの。あ、う
まいねこれ。え、うまいでしょ。うまい。なんかね、水出しなんですよこれ。これうまいね。でズバリね、巨人の4番って、はい、まあどうって言っても難しいと思うんだけど、はい、やっぱでもかやっぱその今ではさ、はい、カズマが一番4番にいることが多いわけだから、はい、どうすか。いやもうね、やっぱプレッシャーすごい。なんかこうそれまではやっぱね、そんな感じたことはなかったっす。それまでは野球において打順って関係あんのかなみたいなぐらいだったんですけど、こうやっぱチームが勝てないとか自分が打てないとかそれで負けるとかっていうのをやっぱこう年数重ねていくと同時にそういうものって大きくなっていくじゃないですか。で自分でやっぱ思い込むところもあるんで、やっぱそう思ったらやっぱり打順の4番目なんですけど、こうなんかここ真ん中じゃないですか、やっぱ僕が打ったら繋がるし、やっぱ僕が打たんかったら切れるし、っていうのがあって、うわなんかこう大変やなとやっぱ思いますね。思うんだね、やっぱり思いますよ。なんかいつの日か忘れたんだけど、はい、隼人さんがさ、はい、言ってたの聞いてて、はい、カズマにしか分からん、4番のカズマにしか分からんものがやっぱあるし、はい、だから俺は4番の気持ちは分からへんって言ってて、はい、まあ、本当にその通りだなって、ね、俺なんか絶対分かんないし、はい、ね、すげえところ全然俺なんかが想像できないところで戦ってんだろうなっていつも見てんだけど、その中でやっぱね、いいとこでね、バーンって打っていくじゃん。いや、ありがとうございます。すごいよ、本当。いや、でも全然マジでもう周りがすごすぎるんで、こう自分がすごいなんて絶対思えないですし、あ、そうなんだ。やっぱりこう、なんていうんですかね、マジでしょぼいなって思いますもんね。あ、もう今のやっぱ現時点の自分には全く納得できてないって、はい、もうなんでこんな処分やろっていうのはふとやっぱ思っちゃいますよね。こうそういう自分を否定するようなことってやっぱりこうマイナスになるんで、うん、絶対したくないんですけど、うんうん、やっぱそれをになっちゃうぐらいやっぱ情けないなっていうのはめっちゃありますね、うん、そう、はい、申し訳ないなっていうのはすごいありますよ。そういった時はどういうふうにさ、こう持っていくの。でもなっちゃうわけじゃん。なっちゃうです、なっちゃうです、ふとなっちゃうわけじゃん。なっちゃったら、うん、もうブチ切れる。その時なんだ。そう、あんまり切れないじゃん。あんまり切れないです、うん、そのまあ外であんまり切れないですけど、自分の中で何かを切るんですよね、パチンって。もう絶対やったろみたいな、ムカつくわみたいな、絶対やったんねみたいなマインドに持っていくんですよ、やっぱり。こうもうどうしようどうしようどうしようってなってたら、もう終わりなんで、もうどうしようだけは絶対ならないように、あ、じゃあもう、あ、次はじゃあこうやってやったろみたいな、っていうのはめっちゃありますね。それでやっぱ耐えてるし、やっぱあとやっぱそういう時に思うのが、あ、俺2軍でこう全然あかんかったなみたいな、うん、じゃあ逆に今1軍で悩めてるから、うん、幸せなことやなとか、こうそっちに持ってったりしますね、やっぱり。そういう風に思う。やっぱそのほんまにしんどい、もうしんどいっちゃしんどいですけど、やっぱでも1軍で出れてて、うん、あのスタメンでずっと出てて、やっぱしんどいですけど、やっぱ嬉しいことじゃないですか。まあそうだよね、幸せなことだよね。やっぱり2軍でこううまくいかないとか、うん、っていうのはやっぱ僕自身もあったんで、めっちゃ、うん、でそういう時のことを思ったらやっぱ全然、うん、手みたいなもんやなみたいな、うん、思います。やっぱりそういう感じでやってますしね、うん、やっぱり話だいぶそれましたね。ちょっと真面目な話になっちゃったね。真面目な話になりましたね。僕あんまり真面目なのを外で出さないタイプなんで。あ、そうなの。そうそうそう、あんまりしたくない。あんまり僕出さないタイプなんでレアかもしれないです、ね。あ、そう、はい、それをシギガレージ。いや、そうですね、 初出しぐらいですよ多分。あ、マジ、はい、僕あんまりねそういうの言わないんですよ。あ、そう。なんかこうでもなんか僕すぐ忘れちゃうんで、うん、なんかその時にそう思っても、うん、あ、まあいいやみたいなで急に機嫌良くなったり。そうそうそう、そうなんだ。そうそう、もうね、なんかすぐっすよ。自分でこうやってるわけじゃなくて、なんか忘れちゃってんだ。そう、あ、もういいやみたいな。
あ、関係ねえよみたいな。あ、そうなんだ。そう、もう極端に言ったら、まあ、関係はあるんですけど、なんかこうその怒り、ムカつき、情けなさとか、うん、いやもちろん練習の時とかも野球の時は常にあるっすけど、うん、ほんまに試合になる、次の試合になったらもうやっぱりもうまあいいやみたいな、仕方ないなみたいな、こう、あ、そうなんだ、っていうと、なんかコメント欄でなんか叩かれない、大丈夫ですか、やめてくださいね皆さん、もう忘れるっていう言い方はなんかあれかもしれないですけど、うん、こうそういう感情に対して、うん、よしみたいな、なんかこう、まあ、うまく切り替えられるからね、そう、引きずらないです、あんまり、すごい大事だよね、はい、今ねカズマ言ってたけどさ、はい、こう見ててさ、絶対その打てない時もあるわけじゃん、はい、そういうのが続いてさ、はい、悔しいだろうなとかさ、はい、さっき言ったけどすごいね、想像もつかないところで戦ってんだろうなと思いながら見てて、もちろんバーってなる時もあるじゃん、はい、ロッカーとかでもさ、ありますあります、けどそんなたまにじゃん、ごく、そうですね、そんな多分頻繁ではないと思います、うん、そういうの見てて、まあ、すげえなと思うし、立派だなとかって思うし、でもそういう風にマインドの切り替えっていうのはやってんだなっていうのと、あ、忘れちゃってんだっていうの意外だったわ。あ、マジっすか。いや、こうすげえここやってんかなと思ってたらそうなんです、自分からガーってやらないですよね、なんかこう、あ、みたいな、あ、そういえばみたいな言われて、あ、そうかみたいな、その時そうやったなみたいな感じになるっすよ。そう、はい、逆になんかイメージ通りだった、むしろ。あ、マジっすかちょっとなんか安心したわ。あ、本当ですか、いやマジで、あ、確かにみたいな、天性だった、取材とかでそれのことを言われた、あーみたいな、あ、その時、あーみたいな感じになるっすよ。そうなんだ、いや、カズマ本当は愛されキャラよね。いや、そうっすかね。え、そうでしょ。俺はね、はい、俺はすごい可愛い子、可愛いなと思うし、いや、もう嬉しいです。でもやっぱりしげさんは、うん、僕はすげえなと思いましたよ。何が、何、いや、そんなやっぱり自分のこう時間を確保するっていうか、うん、自分の世界を持ってるじゃないですかそうやって見える。遠征行った時に僕が1年目2年目か、しげさん1年目で、うん、こう先輩に誘われたじゃないですか。あの話あれはまあしていいんか分からんすけど、いいよ、全然いいよ、全然いい。あの時に、うん、こう、まあ、僕はまあ2年目で、まあ、先輩誘われて、うん、はい、仙台でしょ、まあ、そう、行きたくないなってことはないですけど、ちょっとしんどいなと思っても、はいみたいな感じだったんですよ。ラーメンでしょ。そう、ほんならしげさん普通に、あ、ちょっとみたいな感じで、もう普通に断ってたのを見て、うわ、すごっと思ったんですよ僕こういう感じになろうって思いましたあ、こういう、これや、やっぱりみたいな、なりました、あの時は。いや、どうなん、いや、まあどうなんだろう、それがいいとは。いや、いい悪いはやっぱり、でも、うん、僕らやっぱ個人事業主というか、やっぱりこう辞める時期が一人それぞれ違うわけじゃないですか、一緒に辞めるわけじゃないですし、うん、まあ言ったら戦いの世界なんで、やっぱその時にこうやってる人が勝つ時もあるわけじゃないですか、うん、でも息抜きも大事なわけで、うん、けどやっぱりその時にあれを見て、うわ、プロフェッショナルやと思ったんです。うわ、すっごいと思ったんです。うわ、これは俺ないわみたいな。あ、そうなんだ。うわ、すごいって思ったんです、やっぱり。まあ、もともと僕も群れるタイプではないですけど。あ、そうだよね。そう、全然群れるのはあんま好きじゃないんで、あれなんですけど。今、はい、カズマ言って思い出したよ。何回かこの話したことあるじゃん。はい、小山さんだよね。はい、そう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 。ファームの試合が終わって、仙台のホテルのエレベーターかなんかで、はい、そうです、誘われたんだよね。そうです。そうで、俺が、いや、大丈夫っす、大丈夫っすみたいな感じでね、休みますみたいな感じでね。はい、そうなんですよ。小山さんもね、その時、あ、そうなんだ、オッケーみたいな感じで、はいはいはい、ね、終わったんだよね。そうです、そうです、そうなんですけど、まあ、あの、カズマはね、そうやって感じてくれたみたいなんですけど、はい、まあ、僕はまあ、当時はね、はい、まあ、変なのがあったんですよ、あの、休まなあかんやろみたいな。あ、うん、もうそんなんしてる場合じゃないと、活躍しなきゃ、一日でも早く活躍しなきゃいけないみたいなのもあったし、はい、まあ、もちろんその自分の時間っていうのも結構必要なタイプだから、はい、っていうのもあって断ったっていうのはあったんだけど、はい、でもね、今思うと、はい、別にラーメンぐらい行ったらええやんって思うまあそんな時間もかからんしみたいな、うん、
し、まあ、そのせっかくね小山さん誘ってくれて、はい、後輩を思って誘ってくれたわけだから、はい、それは先輩の気持ちもね汲み取って行くべきだったかなって もちろん思うし、はい、なんならそのまあその休むっつってもさそんなねだったらその小山さんに連れてってもらって何かこういいお話をいただけるかもしれないし、はい、コミュニケーションとして必要だったらかなとも今はやっぱ思うよね。まあ今になって、はい、今になってやっぱ思うね。それは初耳ですね。やっぱりそこまでの話はしなかったですもんね。僕が一方的にこの話を一生するっていう。そうな、あのこの人についていこうと思いましたって、ね。そうそうそう。うわこれすっなかなか言えん。だって言ったらだってもう何10年目ぐらいの先輩と1、2年目の若手が誘われて平気で断るっていうすげえなって思いましたよ。やっぱりこれも人によってですよね、捉え方は。やっぱりまあそうだね、いや行くもんだろみたいな、やっぱねなる人もいるでしょうし、はあってなる人もなるもんね。そんぐらいね、やっぱこう付き合いっていうのは大事やっていうのもありますしね。あるね、絶対ある。やっぱそういうところで測れない部分もやっぱありますもんね。忘れてたなこのエピソード。いやマジで僕もうずっと覚えてますけど、ね、もう何回も言いますけどマジですごいですよ。なかなかできることじゃないですよね。いやあの賛否両論ね、視聴者、はい、さんの方もあると思うんですけど、絶対ありますよね、はい、当時僕も若かったということでお許しください、はい、いやいやもう、はい、OK ですよ。そしてあの断ったにもかかわらず小山さんはねその後もあのしげしげって言っていただいて、はい、優しく接していただきました。そして今もねあの球団職員の方としてね関わることあるんですけど、挨拶したらもう笑顔でおしげって言ってくれる素晴らしい先輩です。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。ここに置いてみる、はい、え、すげえこれ。え、なになになんでこれ落ちやんのかなって僕ずっと思ってたんですけど、これ磁石じゃないですか。そうだよそうだよ、そうそう、すごっ。絶対もう車ありきの生活してるから俺。確かに。あれもう絶対もう磁石じゃないとダメ。あすごい。そう、ここもあるけど、はい、ここ GoPro 積むから。あで、あの今日外してるけどここにも普段モニターついてるから。あ、そうなんですか。そう、必要ないもんね。 しかも前もその車運転してる時もこうちょっとしたくぼみになんとか立ててみたいな。携帯のナビみたいのに置かれへんみたいな、もういいとこで、ややこしいとこで携帯落ちるみたいな。今の時代そういうのがあるから、いいのがすごいですね、うん、これはちょっとすごいなと思ったっす、ね、車買ったらこういうのもいろいろ教えますから。いやマジでこれはすごいっす。こんなんで感動してくれる、嬉しいね。めっちゃおもろいですけど。じゃあ次回は岡本和真の車買いに行きましょうか。買いに行きましょうか、うん、まあ買うか買わないか別としてね。いやもう調子乗って買っちゃうかもしれない。調子乗って買っちゃうかもしれないです。、まあ、とりあえず見に行こう。そうです、皆さんのね反響次第ですよね。あ、そうだね。そう、皆さんがやっぱねこの動画をいっぱい見てくれたらやっぱね、あ、俺もその気になっちゃいますけど。おー、ぜひ皆さんお願いします。本当にね、もう全然見てくれなかったらもう嫌って、もう嫌だ、もう嫌だって。もう、 うわマジか、なんでやねんって なってもうふてくされ出しますからね。得意技のカズマふてくさらないように、あの皆さんちょっとお願いします。いやマジお願いします。お願いします。じゃあね、こんな感じで次回はじゃあカズマがもね、はい、ふてくされなければ車をね見に行こう、行くをできるかもしれないんで。そうですね、はい、じゃあ今回は、次回を期待して締めたいと思います、はい、思います。ということでこの動画がいいねと思った方、ごめんもう一回やるわ。今回はここで締めたいと思います。岡本和真選手ありがとうございました。ちょっとでもいいねと思った方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。いやありがとう、助かりました。マジでマジでみんな再生してくれよ。頼むぜ。シゲガレージの今後もかかってるから、ね、いやマジでそうっすよ。
ほんまに100万人行かなきゃいけないから。いや絶対そうっすよ。めっちゃおもろいですもんだって。いや嬉しいね。やっぱね、なんでもやっぱ食わず嫌いはダメなんで、とにかく見てほしいですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マジで食わず嫌いしちゃダメって小さい頃教わったでしょ。ね、食べてダメならダメ、いいならいいで。それはもう全員おそらく通ってきてるからね。そうです。だからそれを、そしてその気持ちでやっぱりね、見てください、見てくださいと。いや、カズマの口からそう言っていただけると本当に嬉しいです。いや、マジでおもろいんで。いや、本当ね、今選手の方に何人か出てもらってますけど、本当、みんなね、こう嫌な顔せず出てくれるんで本当助かってますよ。いや逆にいいんかなって感じですよ。僕ら、僕が出てとか、出ていいんすかみたいな。なんでぜひぜひって感じですよ。マジ逆にそんなんいいんすかみたいな。逆に出させてくださいですけどね。って言ってたもんね。出さし逆に出て出して出してもらっていいですかみたいな。えまだすかつバリがめついやつみたいな。自分から行こうとしてる。いや本当ね、出してくださいよって言ってくれた時嬉しかったよ。いやマジでめっちゃ出たいっすよ。 YouTube 僕初出演っすよ。あ、岡本史上初。はい、僕の中で。あ、球団の以外はね。ないっす。それ貴重だね。いや貴重っすよ。貴重な動画だよこれ。いやマジで、まあ、貴重かは分かんないっすけどね。いや貴重でしょ。僕が貴重な、まあ、レアキャラではないんで。いやね、どレアキャラでしょ。僕レアキャラっすよね多分。レアキャラだよ。自分で言ったらアウトすけど。また言われるよコメントで。うるせえ。うるせえ。皆さん温かいコメントを待ってますよ。よろしくお願いしますよ。よろしくお願いしますよ本当に。まあ来季もね、はい、岡本和真読売ジャイアンツを応援よろしくお願いします。いやいいっすか。頑張りましょう杉江さん。頑張ろう。頑張りましょう、マジで。来年は本当取り返しましょう。はい、もう絶対にやり返したいです ね。ハワイ行きたいしな。ハワイ行きたいですね。みんなでもう一回行って。しかもやっぱ1回目行って、やっぱ2回目って多分もう全然違う気持ちなんかなと思いますよね。そうだね。やっぱりちょっと分かるじゃないですか。そうね、流れとかも分かる。初めて行ったらなんか何したらいいかな、ね、そうそう、みたいな。どっちどっちみたいになるんですけど、2回目やったら。Sorry that I fall away sometimes.